東北道外環圏央道北関東道情報をお知らせします。はじめに東北道上り線の情報です。外環東海インターを先頭に浦和料金所付近まで6キロほど交通集中により渋滞しています。続いて下り線の情報です。羽生インター付近から館林インターまでの区間に木材があります。次に工事のため上野インター付近で第一走行車線が規制されています。引き続き外環内回りの情報です。草加インターを先頭に2キロほど、また川口ジャンクションを先頭に4キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて外回りの情報です。美女木ジャンクション付近を先頭に、また東海インターを先頭に5キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて車線規制のお知らせです。8月26日朝10時から1時間半程度、東北道上り線上野インターから津田西方パーキングエリアまでで事故再建分による車線規制を実施します。ご理解とご協力をお願いします。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。